皆さんこんにちは、おいきチャンネルのおいきと申します。今回の動画はキャラクター紹介シリーズ第4弾になります。オムニバスストーリー天地の逸話の実装に伴い新オペレーターが登場します。数名の新オペレーターの実装が予定されていますが、この動画では星6オペレーターマゼランにフォーカスを絞ってキャラ紹介やステータスの分析、運用方法などを紹介したいと思います。動画内の限られた時間ではありますが、キャラクターの設定から運用方法までできる限り紹介していきたいと思っているので、最後までご視聴してもらえると幸いです。それではマゼランの詳細を確認していきましょう。1. キャラの設定。イラストレーターのり ZC。 声優伊勢マリア。基本設定、楽観的でチャレンジ精神に富む研究員。性格は優しく芯も強い。彼女と一緒ならどんな僻地でも楽しく過ごせよう。背景設定、ライン生命ラボ所属。主に北方表現の現地調査を担当する。ペンギンキュービンとの関係も良好。キャラの原型はペンギン。2. 職業・役割の紹介。召喚型サポーター。このタイプについて、召喚物をおとりにする運用が今までの主流ではあるが、マゼランはより攻撃的な構成となっています。ハードルこそ高いが、使い慣れれば多種多様なマップを臨機応変に処理できるようになります。先に断っておくと、マゼランは主流パーティーとの相性が良くありません。彼女を運用する場合、今までの指揮スタイルを変え、一から戦術構想を練り替える必要があります。3. ステータス分析。基本ステータス。ステータスはサポーターの典型で、耐久が比較的に高く術ダメージにも強い。攻撃は低いがドローン運用が主なので、以下はドローンを重点的に分析します。召喚ドローンの耐久は本体と関係なく、長身レベルによって決められます。長身なしでは HP1000 防御100、長身1では HP1500 防御150、長身2では HP2000 防御200となる。敵スナイパーやドローンからの物理ダメージはそこそこ耐えられるが、術ダメージには弱いので注意しましょう。攻撃はレベルの影響を受け、スキル2の L 型は295から509、スキル3の A 型は593から753。主なダメージソースとなるので本体レベルは高いに越したことはない。コストは10から12と本体は軽い方だが、ドローンはそれぞれ3、7、8であるため、召喚物込みでは並レベル。スキルでドローンが回収されることも考えて、ヴァンガード前提での使用が理想だと思います。攻撃範囲、通常サポーターの範囲。ドローン配置で全マップまで広げられるが、スキル中本体の攻撃も強化されるため意外と大事。ドローンの範囲は口述します。特性、一定数のドローンを所持しており、マップに召喚できます。地に足をつけているキャラしか攻撃できない敵はドローンを攻撃できません。同時配置可能な数は3体。ドローンが撃破されるとその分減り、本体を再配置しない限り回復しません。ドローン自体は撤退可能だが、コスト回復はなく撃破扱いとなる。本体が場にいなくなるとドローンも消滅します。素質。素質1、ドローン所持数を増加。長身なしで3体、長身1で4体、長身2で5体となる。素質2、ドローンは配置後少しの間ステルス状態に入る。長身1で12秒、長身2で20秒となる。潜在強化はそれぞれ2秒プラス。危険なマスでもドローンを気兼ねなく配置できるようになり、スキルで回収するまでの生存率も大いに保証される。代わりにドローンをおとりにすることがかなり難しくなった。ステルス状態では敵や矢を全く食らわないが、マップギミックが効いてしまうことに注意。潜在コストマイナス1、再配置マイナス4秒、攻撃力プラス23、素質2強化、コストマイナス1、
2秒のステルスでドローンの配置がちょっと余裕に、ほぼ必要ない。スキル、スキル1、 F 型ドローンを配置し周囲のすべての敵を減速させる。全マスに配置可能。パッシブ効果は本体とドローンの攻撃範囲にいる敵に3秒ごとに 0.7 から1秒の減速を与える。マゼランの攻撃に減速効果はないので勘違いしないように。発動すると減速は 1.6 から 2.5 秒の束縛に変わり、15秒後すべてのドローンを回収。束縛状態の敵は移動できないが攻撃はできる。平時の効果はやや薄いが、発動すると超強力な範囲減速となる。フル強化では15秒の間に 12.5 秒が束縛で、 2.5 秒の移動時間しか許さない。束縛は3秒の間の最後あたりに来るので、敵の足止めを少しでも早くしたいときは少し前もって発動しよう。範囲にいる敵は次第に1箇所に集中するので、ブロック数だけ留意したい。範囲火力で焼き払えば問題なし。ちなみに連動が全くないときも機能するので、初心者が敵ドローンやゴースト兵に悩まされる際、レベル1のマゼランを起用しよう。スキル2、L 型ドローンを配置し、地面、空中にいる単体の敵に術ダメージで攻撃。地面マスのみ配置可能。発動すると本体とドローンの攻撃速度が大幅上昇し、群体攻撃となる。15秒後すべてのドローンを回収。攻撃範囲が地マスのみで、停止している敵やブロックされている敵にしか有効なダメージが与えられない。代わりに低コストで好きな場所に術ダメージソースを配置できる。攻撃速度は1なので、通常攻撃のみで言えばダメージ効率は術オペレーター並み。スキル中は倍以上になり、しかも群体攻撃となる。が狭い範囲のせいで扱いにくく、術ダメや削りが必要な時に使おう。攻撃されないが一応地面扱いなので、キャッスルさんのようなバフは入ります。スキル3、A 型ドローンを配置し、地面、空中にいる敵に群体物理ダメージで攻撃。高台マスのみ配置可能。発動すると本体とドローンの攻撃力が大幅上昇し、ドローンの爆撃範囲が広がる。15秒後すべてのドローンを回収。ダメージはスキル2より劣るが、範囲と群体攻撃で使い勝手が良く、2体以上置けば敵を効率よく殲滅できる。そしてスキル中の火力が凄まじく、新銀山のように敵のラッシュに合わせよう。爆撃範囲の拡大によって、目的の敵が攻撃範囲の外縁にいる場合、ダメージはより広い範囲に飛ぶこともある。1スキル、すべての素材を加工する際、副産物の確率を 50% アップ。超新任以後、スタミナ消耗4以上の加工をマイナス2にする。石を割って大量加工しない限り使わない方が無難。研究員として加工精度ではなく量産に加担するのはどういうこと？4、同じ役割における位置づけ。現存の召喚型サポーターはそれぞれ異なる役割を持っており、差別化する必要がない。なのでここでは召喚システム自体について解説します。タイレンスのドローン、ナイチンゲールの鳥かごと異なり、召喚型サポーターの召喚物は人数制限に縛られます。これは召喚流の最大の難関であり、常に同じ枠をオペレーターにすればより強くねという疑問に突きつけられます。主流パーティーとの相性の悪さもここに由来しています。より多い枠を召喚系に割くということは、穏健な陣地を構築して敵をそこで殲滅するという戦法を捨てて、高速再配置が可能なトークンをあっちこっちに設置して敵を流動的に処理するにウェイトを置くことを意味します。つまりマップと敵行動をある程度把握しておかないと、通常戦法より召喚流が優れるということはまずありません。逆に言えば、その情報を知れば知るほど召喚流はその柔軟性がゆえに作戦の幅が劇的に広がります。総じて加減が低い代わりに上限が高いと認識しましょう。そして少人数制限に召喚サポーターが強い。ここでいう少人数は配置枠を制限するものではなく、編成枠を制限することです。
少ない編成枠でも多種多彩な戦術を可能にしてくれるのは召喚型サポーターである。後に編成人数が配置人数より少なく設定されるマップも出てくるため、それはボーナスステージとして捉えましょう。マゼランの場合、ブロック数を一切提供できないためタワーディフェンスの原点に回帰しているとも言えます。その代わりに彼女はパーティーに範囲減速というサポート、全マップに広がる対空対地攻撃という可能性と術物理ダメージの幅広い処理範囲を提供してくれます。上級者向けというイメージがあるかもしれないが、初心者にも貴重な存在です。なぜなら手持ちのオペレーターで編成枠を埋めない段階では召喚流最大の欠点がプラスに働きます。ヒーラーとディフェンダーをしっかり育てれば召喚枠を1人入れるだけでパーティー全般の対応力が上げられます。5. 運用アドバイス。基本運用。マップを見て地面マスと高台マスの具合を確認してスキルを決めます。スキル1の場合はダメージ要因を入れて、スキル2の場合は術要因、スキル3の場合は物理要因を減らしてブロック数を補強しましょう。ステルスが切れるまでできるだけ多くのドローンを配置し、スキル発動で敵を一掃して回収という視覚的な作戦と、ドローンを自陣に配置して敵を待ち構えラッシュに合わせてスキル発動という一般戦法を臨機応変に使い分けます。またスキル発動はドローン3体にこだわる必要もなく、2体で十分な場合はケチっていきましょう。コンビネーション。ヴァンガード。ドローンの回収を繰り返すマゼランの燃費は低くない。コストとブロックを提供してくれるヴァンガードはありがたい存在です。フィリオプス、リスカム、ワルファリン。ドローンの生存率にもダメージ効率にもマゼランの回転率を上げればだいぶ良くなります。ソラ、アンジェリーナ。マゼランのスキル後の空白期間をトラのスキル1やアンジェのスキル3でカバー。さらに回復パッシブでドローンの生存力も地味に向上。ソラのスキル2でドローンを強化するのも一強です。高速再配置系。ドローンの保護とスキル後の空白期間をフォロー。配置人数の制限を回収と撤退でうまくやりくりすると達成感が湧いてきます。運用のコツ。ドローンはワルファリンやリスカムのチャージを無駄に食ってしまうため離れるように配置しましょう。6. 育成アドバイス。育成優先度。操作が難しいというのであれば、減速対策としてレベル1放置で十分です。長身1、レベル40にすれば L 型ドローンは HP10000 のクラッシャーを単独処理できるようになります。手持ちに術オペレーターが足りないと感じたらマゼランで代用することを考えましょう。召喚流に意欲のある方は早速昇進にレベル50以上にすることをお勧めします。ポテンシャルが高いため練度が高ければ高いほど一見無理なチャレンジもできてしまうのが召喚流の魅力の一つです。訓練優先度。スキル3優先。スキル2を実際使ってみて自分の指揮スタイルに合いそうであれば強化を視野に入れましょう。それではマゼランの運用法について動画で少し遊んでみたいと思います。マップと敵座標の DMA 設定を適用しています。少々お待ちください。ドローンの調整も OK。 いつでも飛ばせるよ。ロックオン。
ここまでご視聴していただきありがとうございます。お城オペレーターマゼランにフォーカスを絞ったキャラ紹介やステータスの分析、運用方法などの紹介を終わりたいと思います。召喚流は私自身の練度がまだまだ追いついていないので、この動画を制作するにあたりいろいろと勉強になりました。大陸版の実装順が入れ替わり、早い段階でマゼランが登場したことに違和感を感じるドクターも少なくないと思いますが、召喚流を極めていきたいというドクターも少なからずはいると思うので、この動画が少しでも参考になれば幸いです。それではこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。